えー、今回ですね、あの僕が物販ビジネスをですね、あの独学で7年間やってきて、まあ効率できる、効率化をできることをですね、ちょっとあのまとめて喋っていきたいと思います。まあ、本当に今、アドリブで撮っていて、まあ、これができるんじゃないかなとか、そんな感じであの撮っていきたいと思います。でまあ、やっぱり物販の流れは、まあ、2つありますよね、多分。有在庫 無在庫2つありますよね僕はもう100%有在庫で今やっててで無在庫はまあ国内無在庫とかもできることはできるんですけど今はやってないですねでまあ今回有在庫に特化したまあ物販ビジネスの効率化できる やっぱりあの質問でこの写真が撮るのが時間かかっちゃいますとか出品するのに時間かかっちゃいますとかっていう質問が結構多かったのでまあちょっと話していければと思うんですけど、まあ、今回は一応有在庫に特化した、えー、効率化になりますねまあ流れとしては有在庫なので えー、在庫を持つってことになるんですよ。まあその在庫の考え方なんですけど、在庫イコール、負債っていうイメージありますよね。負債、要は借金みたいなイメージですよね。だって、1000円で仕入れて売れなかったら、1000円赤字のまんまになるわけなんですよ。しかし、の僕の在庫の定義っていうのは、 そ,もそも在庫イコール資産にすることを目的としているんですよね。まあ、こういう話する方多分あんまりいないと思うんですけどじゃあなんで在庫が資産になるかっていうと、まあ、例えばあ例えばそうですね、まあ、例えばじゃあ1000円で1000円で3つ仕入れましたと。 あで5個でいっか5個仕入れましたましたで一つまあ一つ例えば3000円で仕入れましたあれ売れましたとあ売れ売れる予定ねえ 例えば2つ売れましたとそうすると6000円なんですよまあ手数料とか送料とか加味しないでまあ特選の利益になるんですよじゃあ残りの3つの商品はこれは在庫ではなくて資産になるんですよなんでかっていうと 5,000円使って6,000円利益が出て5,000円使って5個仕入れて2つ売れて6,000円利益出たってことはもうここの5,000円の元は取れてるんですよ。っていうことは残り3つはこれは負債ではなくて売れた時に丸々利益が出るのでこれは在庫っていうのは資産に変わるんですよだから残り3つの商品は資産に変わって。 その売れ,た商品売れた資産からまた仕入れすれば最終的に自分の財布から1円も使わずに物販ビジネスができるようになるんですよ。 これが僕が物販ビジネスをやる時の明確なゴールやっぱりその何かやる時っていうのは絶対に何かしらのゴールとかっていうのが絶対に必要になるのであのもしですねこれから物販ビジネスをやりたいとか今物販ビジネスをやってるっていう方は多分ゴールがないまんま何かしらをやってると思うんですよなのでゴールはここにすればいいんですよ最終的に自分の財布から1円も使わずに物販ビジネスができるようになる だから残りの3つの商品が資産として売れたときにその売れた金額を使ってまた仕入れをするだからこんな感じですよずっとずっとこんな感じずっとこの繰り返しなんですよだからこの,こ,のこれをできるようになったらもう物販ビジネスはゴール一つの柱ができるだから要はですねあの有罪庫って毎月50万円ぐらい仕入れしないとできないじゃんとか なんんかいいだにそううう人って多分結構いると思うんですよあの月に20万円ぐらい仕入れしないと有在庫でやっていけないとかじゃあ20万円仕入れして利益率が10%だったら20万円で利益がたった2万円しか出ませんとか,なんかいくらでもまだまだそういう人っていますしまだまだそういった情報発信してる人ってたくさんいるので根本的に考え方が全く違うんですよね。だからこの有罪庫は負債ではなくて有罪庫を資産に変えてで 最終的に自分の財布から1円も使わずに物販ビジネスができるようになる流れ仕組みっていうのを作ってしまえばただただお金が増えていくっていうそういったサイクルになるんですよ僕も今例えば家に多分ですね 5, 5万品ぐらいぶっちゃけあるんですよねあの出品してない商品でも結局そういった商品って全て元が取れている状態になっているので 全部資産なんですよだって売ったらお金になるんで負債ではないんですよ。だって家賃でも固定資産税も取られないしあの持っているだけでなんかその資産税で取られないわけなんですよ。だって物なんで商品商品でもないもうほんと家にある物なんでそれはただ家賃は取られてるんですよ邪魔なんでこれが本当に邪魔だなって思いますよね。 家賃は取られてるんですよ。だってその商品がなかったら自分の好きなもん置けるじゃないですか別に好きなもんはないんですけどそうだからここに行けば本当にゴールだから今例えば副業で物販したい人って多分世の中ってめちゃくちゃいると思うんですよなのでゴールっていうのはやっぱりあの自分のお金を使わずにビジネスをするこれはアフィリエイトとかブログとか広告収入の考え方ですねうんこれをゴールにした方がいいですね 効率化あっでまあ効率ができることですねで有罪後に特化した場合はえー、まず仕入れ仕入れですよね仕入れこれねあの仕入れは僕はオンライン上で90 99%ぐらいがベストだと思ってますいやーどうだろうな95%ぐらいかなこれもあの効率化なんですよ要は仕入れとかリサーチするときに店舗まで行っちゃったりとかすると往復の時間とか移動料金とか交通費ですね往復の時間とかあと店員さんの目とか他のお客さんの人の目とかっていうのが気にしちゃうので実は 仕入れしたときに店舗まで行っちゃうとあの効率化ではないんですよ。今だったらオンライン上でですね、フリマアプリとかオークションサイトっていえ、あとアマゾンとか楽天とか EC サイトとかですよね。そういうのはジモティとかもありますよね。だからそういったサイトを使って仕入れることによって、やっぱりそういった無駄なところを省くっていうのはすごい大事ですよね。仕入れに関しては本当にオンライン上、インターネット上でやっちゃった方がいいですね。で やっぱ一気に仕入れした方がですね一気に50から100個ぐらいとか仕入れちゃうことが大事ですやっぱちまちまやってても時間かかっちゃうんでで50個から100個ぐらい家に届いたじゃあ仮に50個家に届いたら1日で撮影するんですよで常にパソコンか PC かスマホに写真写真がある状態にするんですよ。要はスマホかパソコンに写真がある状態になれば隙間時間で作業できるんですよ。見たいテレビがあったとしても見たいテレビ見ながらこたつにパソコンを置いてあの。 例えば CM 中に1個出品するとか例えばつまらない場面でたくさん出品するとかっていうのはできるのででもこれが1個1個あ今から仕入れ1品出品仕入れしました1個写真撮りました1個出品しましただとこんなことやってても出品数っていくら時間経っても増えないのでだから1日で写真撮影を終了させてパソコンがスマホに写真がある状態にするんですよ。で次ですね。 一気に出品するでこれはあの忙しい方だったら隙間時間でいいんですけど例えば一日休みがある人とか土日休みの人とか夜7時から寝るまで時間がある人っていうのは一気に出品した方がいいんですよ。で 家だと集中できなかったらもうパソコンをですねコメだとかスタバとかカフェとかガストとかフリー w i フ f i 通ってるところに持ってっちゃってでパソコンと自分だけ何もない環境に行ってで写真のストックがある状態にしちゃえばもうそこでこもって作業できるんですよだから一気に出品するために要は環境に投資するってことが大事で。 例えばコーヒー1杯500円とかするんですけど、まあ、仮に500円で投資してそこで例えば100品出品しましたと1つ単価が2000円ですとそうすると 100×2000 なので20万円分出品できましたじゃあ500円が20万円の資産を作れるみたいな感じなのでやっぱり一気に出品するってことがすごい大事ですね。 だからパソコンが例えば使いにくかったら環境に投資しましょう。例えばあの電源コンセントがないと採用できませんとかじゃあパソコン10万円ぐらいで買って MacBook 買って電源がなくてもあの10時間ぐらい採用できるよとか10時間は無理か6時間ぐらいできるとか w i f i がめちゃくちゃ遅いとじゃあニューロとか早い w i f i にしたりとかしましょうって。 あと家の中がごちゃごちゃすぎてあの作業できないとじゃあ家にある不用品をもう捨てたりとか売りましょうってやっぱり何かしらのステップってあるの,あるので、まあ、ステップっていうのをどん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 クリアしていくってことが大事ですねあとですねここ僕はすごい大事なところが一つあって物販って資産になんないんですよ実はこれどういうことかというと商品自体は資産になるんですよここ 在庫は資産になるんですけど物販ページって基本資産にならないんですよオン,オンリーワンの商品を売った時にまあ例えば30年前のなんかゴジラのフィギュアがありましたとで、えー、まあ e b まあに出品しているのは僕一人だけでこの商品は30年前の商品だからもう二度と手に入らないまあ まあまあまた仕入れはできないだろうな。みたいな考えの商品ってあるじゃないですか？それってあのその元が取れてれば資産になるんですけど、要は出品ページを作ってもその出品ページは資産にならないんですよ。なんでかって言うと、アフィリエイトとか違って1回売れちゃったら、その出品ページに費やした時間っていうのはもう。 なくなるわけじゃないですか。要は概要欄とかタイトルとかっていうのがなくなるわけですよね。だってもう二度と多分仕入れできないような商品であれば、だからこそ出品ページは100%まるまる綺麗に作んなくていいんですよ。これ結構勘違いしてる方多くて、あの出品ページめちゃくちゃ綺麗に作っちゃうとキリがないじゃないですか。 タイトル入れたりとかディスプレクションとかなんか概要欄入れたりとか大きさ入れたりとか重さ入れたりとかここの幅をインチ定規で測ったりここも測ってであと重さを入れたりとかしてであとは写真をマックスまで撮ってで何,日何,月にえと何年に発売されましたとかどこの会社が発売しましたとかあとは何でできてるとかとかそういうのを入れたらキリがないんですよ。 だからこれがもしアフィリエイトとか広告収入であれば完璧に作ったページから広告費がもらえるんだったらいいと思うんですけどこういったもう二度と手に入らない商品にそれだけ出品ページを作成する時間を作ることってすごい実は無駄なんですよだから僕の場合だと本当七7割ぐらいの完成度で出品しちゃいますね。 だってあの超手間かけて30分作って出品ページ作ってじゃあそれがもし1日で売れてまあ利益は3000 30円出たとしても出品ページで時間作りまくってまあああの採用って何だったんだろうなみたいな面倒くさかったなみたいなことになっちゃうじゃないですかそれだったら出品ページはもう本当に7割ぐらいの完成度にして 要は出品数の母数を増やすんですよ。あの百品千品千品っていう形で。母数を増やした方が、それは資産になるんですよ。だから、一個一個の出品ページの時間っていうのを。そんなに多く取らない方がいいですね。あと写真とかも、めちゃくちゃ綺麗に撮って、めちゃくちゃ時間かかってたら、これ逆に意味がなくて。ある程度綺麗に撮れるぐらいでいいんですよ。本当に。あ、これまあ、ある程度綺麗だなぐらいでいいんですよ。 それで時間かかっちゃって出品の,出品の母数っていうのが大事なんですよ要はお店に行ってあの10品しか置いてないお店と500品しかまあスーパーがあって10品しか置いてないスーパーと500品置いてあるスーパーだったらあのクオリティは違ったとしても500品置いてあるスーパーの方が売れる確率っていうのが高くなるじゃないですか。 結局商品を売,れる売る方法っていうのは確率論なんですよね確率論っていうのは出品してる母数であったりとか自分のファン自分のフォロワー数なんですよ。そういうのが例えば10品出品してるアカウントと1,000品出品してるアカウントだったら絶対1,000品の方が多いんですよ。 クオリティが10品出品してる人のクオリティが商品ページとか完璧だったとしても1000品出品してる人のクオリティが50%だったとしても絶対1000品出品してるの方が売れるんですよ母数が高いのでだからあの確率論です全部やっていくんですよ物販っていうのはでもこれがこの確率論を、えー、オフライン上でやったらあの死亡するんですよ なんでかっていうとオンライン上だから経費かかんないんですよ家賃もかかんない人件費もかかんない水道光熱費もかかんないあとは食材費とかもかかんないですよ24時間働けないっていうことなんですよだから失敗するんですよでもオフラインだったら家賃もかかんない経費もかかんないまあ経費だとね月に数千人とかですよねだから人件費もかかんないとか だから失敗ししないんですよクオリティが低くなったとしてもこれすごい大事ですね。確率論で販売していくんですよ。オフラインの場合は。オンラインの場合は確率論でやったら何かしらで赤字になっちゃう可能性が出るんですけど、オフラインだったらそもそもあの経費かかってないんで赤字になりようがないんですよね。であとは確率論自分のファンを増やすすなわち SNS で拡散するであったりとか SNS でフォロワーを増やしていく。この方法が まあ僕のやってる方法ですねだすなわちあの出品商品ページをめちゃくちゃ綺麗に作っちゃうと時間がもったいないのでそれやるんであればさっき言ったように 10, 10品の店舗と1,000品の店舗だったらどっちが売れる確率高いですかってことをですねもう一回初心に書いてあどう考えても製品の方が高いなじゃああの 出品ページの作成のところを、まあ、今までめちゃくちゃ手混んでたけどまあもうちょっと手抜いてみるかみたいなそれぐらいでいいと思うんですよねうんだからまあこんな感じですねで最後はやっぱりあの最終的に自分の財布から1円も使わずにビジネスができるようになるでもう一個付け足すとその利益から 新しいこれすごい大事です。その利益から新しい収入の柱を立てる。まあ、例えばですね、1円も使わずに物販ビジネスができるようになりましたと。で、利益が10万円残ります。で、1年間に120万円残りますってなりますよね。じゃあその120万円を使って 120万円のうち例えばまた50万円とか使って新しいビジネスの柱を作るまでいくと完璧ですね多分ここまで言う人はいないですねあの自分で情報発信してなおかつ他のこともやりましょうみたいな自分以外のところで覚えちゃってくださいっていう人いないので絶対にだって自分のお客さんにみんなしたいじゃないですかこんな情報発信してる人なんてでも結局最終的にはやっぱりそのお金を使って 他の全く違う収入源を作った方がいいですよ例えば YouTube とかブログとかアフィリとかいろいろあるんですけどそういうのをやった方がいいですねインデックス投資とかそう、まあ、そういうのはやっぱり世の中たくさんスクールコンテンツ教材情報発信してる人たくさんいるから、まあ、自分が気に入った人から教えてもらえばいいと思いますねでこれを繰り返しやっていくと あ収入源が5個になったとで収入源5個あるけどあ全部利益が出るっってていう状態に持っていくんですよそうすると何かの柱が崩れても何かの柱が残ってるからあの収益がとだれるってことがないんですよじゃあ何かの柱が崩れて4つの柱が残りましたとじゃあ1本分の柱がなくなったからその1本分のなくなった柱の時間っていうのを他の4本の柱につぎ込むことができるんですよ。 じゃあ例えば2本の柱3本の柱がなくなっても残り2本残ってるからその3本の時間を残りの2本に投下していくとかだから絶対にリスク平ジはしていかないとダメなんですよ何が起こるかわからないのでだからここまでできると、まあ、一番最高のゴールなんじゃないかなって思いますねまあこんな感じでまあ多分いい点とかいくつかあったと思いますので、まあ、それをですね、まあ、メモとかで残してもらって で変えられる部分は是非変えてみてください。じゃあ失礼します。